こんばんは。やっと、一分まだ話し始めたんですけども、今回は結構質問した方がいいなかなか続けてこないときなくて、ちょっとブランクが結構空いたんで、言わせることも多かったんですけども、フランスの歴史、ここに書いても1799年から1871年までなんで、結構長いんで、また細かいんですよね。ある程度のことを、分かってることを前提に、このイギリスの歴史家の人が書いてますから、今日この本はですね、1902年と、これ、結構古いんですよね。これ1960年代に書かれた本だと思うんです。英国の歴史家、そうですね、61年ですね、選挙。文体が結構複雑で、あまりこれ厄介なところありましたけどね。まあ、あんまりこう、長話するとあれなんで、まあ、簡単に、ちょっと、印象のことをどこだけ言うと、まあ、最後の方の、まあ、1870年代ですかね、70年代っていうか、その、30年から70年あたりですかね。ナポレオン一世が、ワーテルローで開けてから、王政がまた一して、リー・フィリップっていう人が、おられるんですけど、面白いですけど、フランスってね、その時代から、もうなんていうんですかね、王様を風刺するってのは当たり前になってて、王様を風刺する漫画っていうのが、ルイ・フィリップっていうのは、韓国をナシに演じてたんで、ナシを似てるっていうふうに、風刺漫画を描いて、経済で捕まるんですけどね。まあ、その時から、もう、なんですかね、フランスのその風刺の伝統っていうんですか、まあ、有名なのは、最近ではシャーリー・エブドっていうね、テロがありましたけども、あの風刺画がモードになりましたけども、もう風刺の歴史は、まあ、中世にも遡るらしいんですけども、特に有名なのが、このルイ・フィリップという王様をですね、ナシに例えたこの風刺漫画が有名なんです。まあ、そういう話とか、あとはナポレオン3世ですね、いわゆるナポレオンの、ボナパルト・ナポレオン、ナポレオン1世の甥に当たる人ですけども、この人に関しては、全くこの人の才能は、まあ、妙なことを書いてますね。ナポレオン3世は、フランス領よりも、あっちこっちの国に亡命してたんで、誰でしたっけね、ビクトリア女王かな、誰かが、彼がイギリスにやってきたときに言ったらしいですね。彼は、フランス人というよりも、ドイツ人だっていうぐらい、なんかこう、フランス人っぽくなかったらしいんですけど。まあ、でもそのナポレオン3世がいろんなところに亡命したおかげで、まあ、特にイギリスに亡命したということで、あれを作るんですよね。庭をね、大きな庭というか森ですね。ブルローニュの森とかね。ああいうのはもう英国のハイドパークに根付かせて、それから道路も大きな道路をね、作って、今みたいな感じですね。その一番の発端を作った人が、もう、ナポレオン3世なんですけども。まあ、一応独裁なんですけども、国民の支持はまあ一応得たみたいなんですけどね。外見上。ただ彼が良くなかったのは、外交手腕というのがなくて、外交手腕という時が、ちょっと我が人的になってですね、まあ、つまらないことで、プロシアと、いわゆる統一戦ですね。1870年に、いわゆるフルス戦争ってやつですけど、戦争を起こしてもらって、これも国民はですね、それやろうぜっていう感じで、ものすごい、こう、抗戦ムードが垂れたんですけども、いざ始まったらですね、もうプロイセン、今でいわゆるプロシアですよね、は、昔とは違って、すごく近代的なんですね、統一戦は。フランスはもうなんか、中世から変わってないような感じがして、結局負けてしまうわけですけども、その時に、
1670年に核戦争が始まって71年に負け、もう降伏するんですけども、その時にそのフランスのパリですね。フランスっていうのはパリは他の地域と違って、やっぱりそう、なんですかね、革命運動というか、お上に立てつく伝統が根付いてるみたいで、戦争を終わってるんですけども、いわゆる、革命的なことをやろうという労働者階級が始まって、蜂起をするわけですよね。戦争終わってるんですけど、ロシアとも。今の政権はダメだということで、その蜂起をするんですけども、それがロス参戦するんですよ。その時に、その蜂起した人たちを、がバリケード作ってやるわけですけども、それが確かね、あれは、ビクトリー・ユーゴのレイ・ミゼラブルに確か描写されてると思うんですけども、それで、もう、軍が彼らを制圧して、大量に殺したんですね。数千人かな。その人たちの魂を、休めるためにできたのが、サクレクール寺院という、パリのモンマルトの丘にありますけど、観光スポットになってますよね。そこからパリが一望できるという。そういう話とか、という部分なんですけども、ナポレオン3世の話が結構長かったですね。そういう意味では。これはなかなか、これ、3部あって、前、ボリューム1で、今、ボリューム2なんで、次、ボリューム3で最後なんですけども、ちょっとボリューム3は、現在、もうちょっとこう近代になってくるのが分かりやすいと思うんですけど、ちょっとこの辺はね、文体が難しかったですね。だから、やっぱ、ある程度フランスの内政を分かってないと、理解できないのかなって、なかなか難しいです、この人の方が。ということで、次回また、ノースフィクションじゃなくて、今度はフィクションですね。を読もうと思います。おやすみなさい。